皆さんこんにちは。今日は12月11日、もう12月もすっかり半ばです。それで思ったんですが、ご覧の通り、うちはこのクリスマスのデコレーションもクリスマスツリーも出していません。というか出していないっていうか、クリスマスツリーはないんですけど、でそれでちょっと思ったので、このクリスマス時期のこのデコレーションとか、特にツリーですね。についての自分の小話をします。今年はデコレーションっていうデコレーションはあんまりほとんどなくて、ただちょっとこの電気 見えるか この電気を出したり、ちょこっとしたものを飾ってるだけなんですけど、まずですね、クリスマスツリーは去年もなかったです。で、ここ数年、離婚してここに引っ越してくる前ですね、まだ家族がみんなで住んでて、大きな家に住んでた時は、毎年この12月初めぐらいにクリスマスツリーファームに行って、そこからこのフレッシュの本当の木のクリスマスツリーを買ってきて、それをこう家の中にセットしてデコレーションしてっていうのを、まあこのファミリートラディションみたいな感じでやってました。それはそれで、その経験が楽しいんですよね。その前は結局もう何十三1990年代終わりぐらいから しばらくの間ですね。間は、偽物のプラスチックでできた、木を一応飾ってました。で、それ、季節になったら箱を出してきて、箱から出して、こうやって広げて、セットして、で、飾って、で、またクリスマスが終わったら、また飾りを取って、木をこう、やったことある人は分かると思うけれども、こう片付けるんですよね。こうちっちゃくして、また箱に押し込んで で、またクローゼットのどっかにしまってっていう、このなんともバカバカしい作業をしばらくずっとやっていました。それで、若かった頃は日本、ミリタリーファミリーだったので、日本、沖縄にもしばらく住んでたので、こう行ったり来たり引っ越しをしたんですよね。そのたんびにその箱に入ったクリスマスツリーもなんか一緒に持って行ったり、場所が変わるごとに、まあ一つの大荷物だったわけなんですけど、で、まあその辺からなんか、なんでこんなクリスマスツリーっていうか、結局はプラスチックでとかでできた偽物にこだわってるんだって思って、で、ある年きっぱりそれをもうなくしたんですよ。寄付に持っていったか何かしてなくして、よし、今年からはもうこの生の木を買うぞって宣言して、みんなも OK っつって それでやったんですね。で、本当の木を飾るっていうことを経験すると、もう本当にこの偽物の木がいかになんか意味がないっていうことに気づくんですよ。もうこのセンスで分かるんですね、感覚で。触った感覚で、まだこの匂いが、本当の木は本当にいい匂いがするから違うし、すごくいい匂いがするんですよ。それが一番のメリットなんですけど、その本当の木っていうのに触れているって、それが家の中にあるっていうだけで全然雰囲気が違うんですよ。それで、まあ、人によってはそれでも本当の木はやりたくない。なぜかというと、この水をやらなきゃ死んじゃうし、すぐで、まあ置いてればどんどん死ぬだけですから、葉っぱが落ちてきてそれを掃除しなきゃいけないとかっていう理由で、ずっとそのプラスチックのを使い続けてる人もいるんですけれども、もう偽物の木はもうだんだん、もうで気持ち悪かったんですよね、自分は。なんでこんな、このプラスチックのなんか気持ち悪い、触っててもなんか痛いだけで、なんかもうなんだろう、こう本当になんか意味ないなということに気づいて、
で、それでまあ本当の木にしたんですが、まあでも難点はあります。まあ本当の木はまず安くはないので、まあ、高いです。毎年買ってたのは大体そんな高くて大きなのは買えないんで、こう自分たちの背丈ぐらい、背丈よりちょっと高いぐらいので、いくらぐらいだったかな、60、70ドル、80ドル、60ドルから80ドルぐらいの間じゃないですかね。今は多分もっと値上がりしてると思うんですけど。で、この町にこのローカルのファームがあって、でもここの町で育ててるわけじゃないんですよ。こういう、この、クリスマスツリーに使われる一般的な木は、これが一番こう典型的なやつだから、みんなやっぱりそれが一番なんか、これじゃないと嫌っていうのがあるわけですよね。で、その木は、ここから一番近いところだと、このノースキャロライナの山の方で、まあ、車で6時間ぐらいですよね。行くと、あの辺でいっぱい、こう、その手の木を栽培してるファームがあるわけですよ。だからそこで、こう、カットしたやつを、大きなトラックとかでこっちに持ってきて、で、ここのローカルのファームで売ってたりするわけですね。例えば、この辺で育つ木とかを使ってもいいわけですよ。でも大概の人はそれは嫌だっていう、まあただ単に思い込みがあるからなんですけれども。で、このローカルのファームに行くのも楽しいんですね。その年1回のクリスマス気分でね、行って、でまた年に一度このファームの、にいつもいる、そこの経営者の年取ったおじいさんとかいるわけです。で、このおじいさんとかとこうちょっと会話とかしたりとか、そういうのが楽しかったりするわけですよ。で、またこの人たちのビジネスにもお金が回るし、まあエコノミーだから、それはそれでいいんですよね。それでこの私が住んでるノースキャロライナのこのコースト側は、まあ、海がそこにあるんで、で、この砂丘があるんですね。で、この砂丘っていうのが、ハリケーンが来るたびに、どんどんこう侵食していて、ちっちゃくなってしまって、いけないわけですよ。で、これを防ぐために、このクリスマスツリーを、使い終わったツリーをですね、リサイクルっていうか、こう回収して、で、そこにこうやって、砂丘にこう置いて、侵食が進むのを防ぐっていう、そういうのに、このクリスマスツリーを、また使ったりしてるんだそうです。まあなので、こう使い終わったツリー、本物の木はゴミに出すのではなくて、埋め立て地に行くのではなくて、それなりにいろんな使い道があるわけですね。そうで、じゃあこの木を、生きている木を、excuse me? 生きている木をこのたかがデコレーションのために切って、それってこうサステイナブルなの、これって理にかなってるのっていう、このアーギュメントもあるみたいなんですが、まあ私が聞いたところによれば、結局そうやってクリスマスツリーファームっていうのは、まあ毎年カット、いっぱいカットして木をまあ殺してしまうわけだけども、それ以上に毎年いっぱいこう植えるわけですよね。で、そのいっぱい植えることによって、まあ、木が毎年どんどん大きくなってって、まあだから結局木を植えているから、この CO2 二酸化炭素を吸って、この酸素をまた出してっていう、その自然の営みに貢献しているっていうような形で。まあ、だから一応、環境には悪影響はないみたいなことを私は読んだんですね。でもこれを、いっぱいいっぱいの家庭がやったらどうなるのかな。例えばみんなが毎年木をカットして、ね、使ったらどうだろう。それってすごい数になるけど大丈夫かなとかって、まあ思うんですけども。どうでしょうね。だからプラスチックがいいのか、
本当の木を殺してまでやるのがいいのか、どっちがいいのかっていうこの論争があるみたいです、この環境の面から言うと。だからまあ今年も、まあ、もしちょっと今のそういう、もう余裕が今ないので、それがまあまず第一の理由で、まあ去年今年は飾ってないんですけれども、まあお金があったらやるかな、多分買いに行くよっていうところです。でもあともう一つの理由、置けない理由は、まあシンプルに場所がないんですね。娘が先月ここに転がり込んできて、さらに場所がなくなったので、もう絶対この家に置くとこがないと。でさらに猫が2匹増えたので、もう絶対やばいじゃないですか。もうぐちゃぐちゃにされるの分かってるので、やりません。しかしながらやっぱりこの寒い、今日なんかちょっとあったかいんですけど、また寒くなるんですけど、寒くて暗い時期をどうやって乗り切るかっていうと、やっぱりこう明るく楽しく過ごさなきゃいけないわけですよ。でまあだからちょこちょこっと自分もこう飾りはしたりします。でもお店から買ってきたものは飾らないです。私は外に行って、その季節のなんだろう、生えてるものとか、生えてるもの、季節そのね、季節のプラントですか、植物をちょっといただいて中に持ってきて飾ったり、そういうことはします。でももうお店に行って何か飾りみたいなもの、まあ要するに何かのプラスチックとかこう偽物のマテリアルでできたものとかにはもう全く興味はないです。クリスマスツリーをなぜ飾るのかっていう話なんですけど、もともとの起源は、だからこのクリスチャンのクリスマスに限らずに、この冬の時期でジーザスクライストが生まれたそのクリスマスデーは冬至なわけですよ。でこの冬至っていうのは一番日が出ている時間が短くて夜が長いっていう日じゃないですか。でその暗くて寒いそういう時期を昔の人たちがどうやってこう乗り越えながら楽しく過ごしてきたかっていうのにつながるんですよね。だからそういう習慣っていうのはきっとどこにもあって、どういう宗教にもあって、でまあ一つはそうやって外の木を中に持ってきて飾りをやったりして楽しもうねっていう、まあ、その知恵ですよね。それでその寒い時期にこの外にある植物とこう触れ合うことによって、こう自然に感謝しようっていう、自然とつながっていようねっていう、そういうしきたりなんだと思うんですよ。でこのどこの国にも、どの国にもあるし、どのカルチャーにもこういうのしきたりとかってあるわけですよね。なので本物の自然でないものを使ってしまったらあまり意味ないんじゃないか。自然とのつながりっていうものは感じられないし、感謝の気持ちもないんじゃないかって私は思います。まあ、それが目的なので、このプラスチックの木を出してきて、それを適当にまあ飾って、でホコリが積むまで置いといて、でなんかそれではなんかちょっとこう自分から見るとなんか意味ないなっていう、まあでもまあその生の木にアクセスできる過程、生の木を手に入れることができる過程っていうのはまあそう多くはないので、そうやって偽物の木でも毎年出して飾って、こうやってこのクリスマス時期をまあ楽しんでいるわけですよね皆さん。まあ、それが苦にならないのであれば、私はそれでいいと思う。
で、それで家族がこうみんなハッピーな気分になるんだったら、それでいいんだと思う。なんですが、まあ私はこの、なんか逆にまたこのツリーを出していることで、例えばその掃除もしなきゃいけないし、で、こう猫が壊すから心配もしなきゃいけないし、で、また、まあ、出すのも大変だし、片付けるのも大変だし、なんかもうこう、時間の無駄的な要素が多いんで、まあ最近あまりもう興味がないんですね。結論からすると、このお店に行けば、なんかこう、ああ、これも欲しい、これも家に飾りたいとかっていうのがあると思うけれども、そういうものが私たちを幸せにするのではないということだと思います。そういうお決まりの飾りとかをやらなくても、12月クリスマス時期は楽しく健康に暮らせます。そのクリスマスツリーとかデコレーションとかをこう一生懸命なんか考えたりやってる、その世話をしている時間っていうのは結構大きいです。なので、それがなくなったら、じゃあやりたいことやればいいんですよ。この冬にしかできないことを楽しめばいいと思うし、冬長い夜の間に読書を楽しんだりとか、冬にしか食べられないものを食べるとか、そういうふうにして楽しみ方はいくらでもあると思うので、物にはこだわらなくても大丈夫ということだと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。